あ、ようやく目覚めたか。な、なんじゃこりゃ。分かってんだろ。てめえの描いた絵図はもう失敗してんだ。楽しみにしてろよ。生きたまま海に沈めてやるからな。の、ちょっとちょっとサブ、この人たち何言ってるの。いや、兄貴。喋りたかったら手挙げて許可取れ。コンクリで固められてるのに。お前もガツンと言ってやれよ。言いたいことはあるだろう。あ、兄、兄、兄、うん、来たね。兄って誰だよ。一体何ですかこりゃ。許可取れって言ったろ。まあいいだろう。見て、お前ガキ使って親父をそそのかして組長になろうとしたんだってな。はあ、ちょっと待ってください。そりゃヒナのせいで親父が口走っちゃいましたけど、俺は親父をいさめて頭に継いでもらうように言ったんですよ。こんな必死になって国のために動いたってのに。見苦しいぞ三田。てめえも汚え土下道な手を使ったんだ。せめて悪党としていけや。そんなバカな、なんだこりゃ。一体どうしたんだ。親父には申し訳ないが、こいつにはけじめをつけてもらう。こいつを沈めた後、また跡目を指名してもらいますよ。いやいや、な、何言ってんの。俺がノリで言ったらそういうのはやめろって俺怒られたんだぞ。はあ、言ったと同じこと。おいサブ、どういうことだ。私知らないっすよ。俺、兄貴が作った話を聞いた後、急いで連絡しに行ったっしょ。お、またかよ。ってことは、ああ、いや、親父、それ本当ですか。いや、本当だよ。しっかり組のこと考えてくれたなって褒めたばっかなんだぞ。その、なんていうか、悪かったね。勘違いしちゃって。